最果ての魔王ディープブリザードのレディオクローゼット、我は最果ての魔王ディープブリザードである。みなこんにちブリザードであるぞ。この番組は絵に関する疑問質問お悩みに魔王目線でお答えするラジオ番組である。この番組を聞いて少しでも週末の絵描きが楽しくなってほしいなと、毎週金曜の更新をしておるのであるぞ。というわけで、あれ今日の魔王何か違わないって気づいたものはおるかな。そう、前髪を切ったのである、いや違うのであるそういう微妙な変化に気づかないことに、あの怒りを覚える乙女とかではないのである。まあじゃあ何が変わったのかというと、この今レディオクローゼットなどを収録しておる収録の環境が新しくなったのである。マイクからこの収録しておるこの機材とかもな、全て一新したので、めちゃくちゃ顔のトラッキングの精度が良くなったんであるよ。ちょっとすごないって思っておるんだけれども、まあそんなわけでまだちょっと使い慣れていない部分は、まあちょっと多々あるところはあるんだけれども、この新しい環境で新しいレディオクローゼットをお届けしていければなと思うので、これからも応援よろしくなのであるぞ。というわけで今回も皆からいただいたご質問にお答えしていこうと思うのであるぞ。ラジオネームサラダのからいただいたご質問である。ご質問ありがとうなのであるぞ。はじめまして。いつも動画の更新を楽しみにしております。私はツイッターでリクエストを募り、その度にイラストを描き投稿しています。ですが最近無茶ぶりのようなリクエストが多く困っています。なるべくリクエストに応えたいと思い、精一杯努力して投稿したイラストを自分のもののようにアイコンとして使用したり、トレースまでされていた事実を知りました。自分の趣味の範囲で絵を描いているため、今までは無償でリクエストに応えていました。調べていくうちに、無償でのリクエストは嫌う絵師様が多いと知りました。魔王様は無償でのリクエストについてどう思われますか？今後は有償で募ることも考えた方が良いのでしょうか？もしよければご教授いただければと思います。というわけで、まあこういうその絵のリクエストトラブルっていうのは、絵をな描いて SNS で投稿したり描き続けている方々にとってはよくある話かもしれないと思うのではあるが、なぜこうなってしまうのか、なぜ楽しく自分は描いていたはずなのに楽しくなくなってしまうのかということで苦しんだり悩んでいるものも同時に多いのではないのかの。誰かがな描いてほしいって思ってる絵を自分が描いて、それを投稿することで喜んでもらえたり、いいねがいっぱいもらえたりってすごくいいことだと我は思っておる。ただそれと同時に SNS などで絵を描くということに関しての危機意識は持たなくてはいけないと同時に思っておるのである。なのでまずは先に魔王の答えをお話ししようと思うのであるぞ。リクエストは親しい仲の方だけでやった方が良いと思うし、しっかりお金を払う受け取るという関係の方がより良い絵や評価をもらえるのであるぞ。まあというわけでどういうことかというのをお話ししようと思うんだけれども、まあ環境を考えてほしいわけであるよな。先ほどちょっと言ったんだけれども、 SNS という場は不特定多数のいろんな人々が利用して活用している場であるということ。つまり自分の好きな人とか自分がいいなと思っている人だけが活動している場ではないということなのである。まあ、ちょっと厳しい言い方なのかもしれないけれども、例えばそういうリクエストなんかをな、自分の知り合いとか友達とかこう心を許せる方々だけとやっていれば、例えばそういうふうに絵を勝手に無断で使われたりトレースされたりっていうことは、まあ、まずはされないわけであるよ。だけれども誰もが見れる状態のところだったり、誰でも参加できるような場所でそれをやってしまうと、結局それの価値とか意味とかを理解しないままリクエストをしたり、
ただで絵描いてくれるから、まあとりあえずどんな絵でもいいから描いてよみたいなことを言われることが多々あるわけである。まあこれは魔王の経験談の話なんではあるけれども、まあ魔王がな、とある会合にお呼ばれしてお話をしてたりとかしたときに、会合に来られてた方々とかにまあ紹介していただいたときに、まあとある方が、へえ、絵描いてるんだ。じゃあこれに何か描いてよって言われて、その後日その方が持たれてた手帳のページを一枚ピッて破かれて、もうその紙だけを渡されたんであるよ。あ、書くものも我が用意するんであるなと思いながら、まあでもまあそこでな、別に否定するのもまあまあ角が立つし、もしそこでな、我のファンになってくださったんであればプラスになるからっていう感じで、まあその場では書いたんだけれども、やっぱりいい気分はしなかったよな。逆にものすごい我のファンだという方とお会いしてお話しするきっかけがあった時、もううぬの見たい絵何でも描いてあげるであるっていう気持ちになれるわけであるよ。そのぐらいやっぱり人によって絵を描きたいっていう気持ちと、あんまり描きたくないなっていう気持ちが出てしまうというのは、描き手側にとっては当然な反応なわけである。なのでサラ殿もリクエストをしてくれた人っていうのが、みんなサラ殿の絵のことを好きで、ぜひ描いてほしい、もうサラ殿が描いてくれるだったら本当に見たいですっていう人じゃなくって、あ、なんかタダで絵描いてくれるんじゃ、じゃあこれも描いてよ、これも描いてよ、タダでしょ、このぐらい描いてくれたっていいじゃんみたいに、タダとか無料でやってくれるから、いろんな無理難題を押し付けてくる人というのは自然と出てくるものなのである。なのでそういう方々に例えば絵を描くのであれば、優勝で絵を描くというプランを取るのも大事なのである。まあそうすることで、あ、タダじゃないんだ、じゃあもういいよ、全然頼まないからって言って去っていく人たちもいるかもしれない。ただその逆に、もうぜひお金を払ってでも書いてほしいですっていう人たちがいるのも同時にいる世界なのである。そのぐらい絵に対する価値っていうのは人によって変わってくるであるし、お金を払うんだったらやらないっていう人もいるのも当然で、その逆でお金を払ってでもお願いしたいって思うのも当然なのである。なので何もかもを有償無償に切り分けるのではなく、例えばそういう友達とか知り合いとかに絵を描くのであれば、全然無償で描きたいなだったらそれでいいと思うであるし、どんな人からでもリクエストを受け付けます、ただいくらいくらいただきますっていう風に気持ちよく絵を描き、そして描き続けることができるための環境づくりとしての有償無償という切り分け方は我は大事だと思うのであるぞ。またこれはまあ我の経験論であるんだけれども、ちゃんとお金を払う人であればあるほど、描く絵に対しての文句だったり不正利用不正使用というのはなくなっていくと思っておる。高いお金を払うということは、それだけ描く絵に対してどれだけ大変なものなのかとか、それだけの価値があるものだっていうのを分かっているからこそ、描き手のことを尊重してくださるし、逆に安くなればなるほど安い金でいい絵をいっぱい描いてくれるという認識になって、まあかなりひどい使われ方をしてしまうということも魔王の経験上たくさんあった。なのでお金をもらうことがなんだか良くないんじゃないのかなとか、これまでは無料で描いてたのにって悩むかもしれないが、描くたびに苦しむような絵を頼んでくる方々の言うことは聞く必要は我は全く持ってないと思う。サラ殿が気持ちよく絵が描けるために、そのような線引きや区分けをするということはとても大事なことということを、今回のお話で理解していただければ我は嬉しいと思っておるのであるぞ。いかがだったかの？皆からの疑問・質問・お悩みはこの動画のコメント欄、公式サイトの質問フォームから、そしてツイッターでハッシュタグシャープレディクロでつぶやいていただければ魔王がお答えするのであるぞ。ではまた次回、お絵かきしながらお会いしようなのであるぞ。動画のご視聴誠にありがとうなのであった。よければチャンネル登録、高評価、通知の、そして SNS のフォローなどもよろしくお願いいたすのであるぞ。